マリー・クレール・アランはフランスのオルガニスト。大量の録音によって世界的に有名である。パリ近郊のサンジェルマン・アンデーにて音楽家の一家に生まれる。父親アルベールはアレクサンドル・ギルマンとルイ・ビエルヌに学んだオルガニスト兼作曲家。実形チャン・アランも作曲家である。マリー・クレール・アランはパリ音楽院でマルセル・デュプレのオルガン家に在籍し、 主席に輝いた。熟練した、レジストレーション、オルガンの演奏習慣の歴史に関する学識、威厳に満ち、陰影に富んだ演奏によって、20世紀のまさしく、最上のオルガン奏者に位置づけられている。驚異的な記憶力の持ち主で、演奏予定の曲目の楽譜を携えずに演奏旅行に出ていた。アランの解釈は、常に良い趣味に支えられているとはいえ、 一連の経歴においてかなりの変化を遂げてきた。特定の作品にこれっきりという言葉はないというのが心情であった。アランはバッハのオルガン曲全集を3回にわたって制作しており、その他にも重要な作曲家のオルガン曲全集を録音している。事実アランは前代未聞の録音点数を誇るオルガニストであり、そのレコードと CD は数々の賞賛を受けてきた。 アランは晩年まで現役として国際的な演奏活動を続けた。オルガン教師としてもこれほどの影響力を持った人物は他にない。2013年2月26日、86歳で死去した。AB、オルガン奏者、マリー・クレール・アランさん死去。読売新聞、httpww. 読売 COJP、エンターテインメント、ニュース。 2 0 1 3万2 2 8オイト1 t 0 0 4 6 0 h t m 2013年2月28日閲覧。ありがとうございます。